日本共産党から都議会議員補欠選挙に立候補をしております長澤和彦から政策の訴えを行わせていただきます。皆さんよろしくお願いします。西口をご利用中の皆さん、またご近所商店街の皆さん、そしてお集まりの皆さん、こんばんは。ご紹介預かりました日本共産党都議候補の長澤和彦です。この都知事選、都議会議員補欠選挙も終盤になり、大激戦、大接戦でございます。どうか皆さん、裏金自民党と一体化したこの小池都政を切り替える絶好のチャンスでございます。どうか都知事には蓮舫さん、都知事には蓮舫さんを、そして都議にはこの中野から私長澤和彦にどうかご支持を広げていただきますこと、まずはじめに心よりお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、私長澤和彦は日本共産党の公認候補であると同時に、この中野で培われてきた市民野党とのこの共同、その候補としても立候補をしております。立憲民主党さんや生活者ネットさん、そして新社会党さんや、また無所属の区議の皆さん、そして先ほどご挨拶いただいた都政を変えよう中野の会の候補者市民団体の皆さんに支えられ、この選挙戦を戦ってございます。どうか皆さん、私長澤和彦、皆さんの代表として申し上げてください。よろしくお願いいたします。いいよ。皆さん、私は24年間中野区議会議員として仕事をしてまいりました。うち18年は共産党議員団の会派の代表、幹事長としても仕事をしてきたわけであります。この中でやはり2018年にこれまでの自民公明区政を転換させて、区民参加と、そして職員のボトムアップと、そして子育て先進区を掲げたこの区長を誕生させて、今その区政が前進が図っていること、このことを大変嬉しく思っております。実は皆さん、2012年に私は初めて中野区議会の場で学校給食の無償化を提案しました。当時の区政は全くやる気がない、こういう状況でもありました。しかし今これが全都全国にも広がり、この中野でも昨年の10月から実施の運びとなりました。しかも中野が優れているのは、これが区立の児童生徒さんにとどまらず、私立国立都立と全ての児童生徒さんに対する支援が行われている、全国的にはまさに先進的な取り組みでございます。そして皆さん、やはり区内で団体の皆さんが長年にわたってこの署名を行う、陳情を行う、これが高齢者の皆さんへの補聴器の購入助成でありました。これ皆さん、今区政の中でこの8月にも実現の運びとなってきたところであります。どうか皆さん、この市民と野党の共闘のこの代表として、私長澤和彦、ぜひ送っていただきたい。そしてまたこの市民野党の共闘は他にも本当に大きな効果、先ほどの韮澤さんの方からもお話がありました、これ中野の区政の中で生み出してて、実は皆さん、国会議員、衆議院議員はこの中野区から自民党は一人もいません。都議会議員も一人も生ませていないんです今。そして区議会議員も選挙のために議席を減らさせてきたんです。それだけ皆さん、今市民野党の共同自身がこの中野で大きな役割、大きな実績を生んできました。今度はこの都知事と都議の補欠選挙で遺憾なく発揮させ、蓮舫さんを、今猛追している蓮舫さんを都知事に押し上げて、そしてこの都議にも私長澤和彦、どうか皆さんの代表として必ず立ち向かしてください。よろしくお願いいたします。いいよ。皆さん、今度のこの選挙、都知事も都議会議員補欠選挙もまさに対決の構図、明白だと思います。明らかであります。
今の自民党、この裏金作りの自民党、そしてこの温床ともなっていた政治資金パーティーを続けていく、また財界ファーストで、そしてまた都民の暮らし向きには全く無関心の、こうした小池都知事を続けさせていいのか、それともパーティーはもちろんのこと、この東京から金権腐敗政治を、これを終わりにしていくと、こういうふうに言っている蓮舫さんを、そしてまた都民の暮らしにきちんと向き合って、そこにこそ光を当てようとしているこの蓮舫都知事候補、これを都知事へと押し上げるのか、そのことが本当に問われていると思います。皆さん、都議の補欠選挙も同様です。やはりこのパーティー裏金作り、この温床である、こうした政治資金パーティーを続けようとしている、こうした自民都民ファーストなのか、それともパーティー券を含めた企業団体献金をいち早く、そして一貫して求めている四共三党の長澤和彦を選ぶのか、皆さんこの点でももはや明らかではないでしょうか。どうか私長澤和彦、そして都知事には蓮舫さんを押し上げてください。重ねてお願いいたします。私長澤和彦は都議会に行って、この都政の輪に送っていただいて、ぜひとも3つの点、これを行いたい、3つの仕事を行いたいと思っています。1つは何よりもやはり今の物価高騰、これに対する都民の暮らし、これを守っていくことであります。皆さん、これだけ物価が上がって、実質賃金が25ヶ月間もう連続してマイナス、追いつかないんです。じゃあ東京都何もしないでいいのか、そんなことはありません。まして財政力豊かな東京都が、都民の皆さんのためにさまざまな負担が、これがやはり今押し付けられている、こうした中でやはりそれを軽減させる、そうした努力をしなければならない。国民健康保険、先ほどもお話ありました、東京が今一番高くなっています。皆さん、私長澤和彦、一人当たりのこの国保料3万円の引き下げを、そして他の被用者保険にはない子どもの保険料全て無料に、この財源およそ900億円、つまり東京都の一般会計の8兆5000億のおよそ 1% 強で、これやることをすぐにでもできるんです。いい、ね、高齢者の皆さんともどうでしょう、このシルバーパス、これもともと無料でした、これ戻させようかありませんか、無料化の実現を、そしてまた75歳以上の高齢者の皆さんの医療費の窓口負担も、まずは低所得者の皆さんのところから、これも無料にさせてまいりましょう。お願いします。皆さん、若い方がいても家賃、これも今東京地価が高騰します。実は中野もものすごい勢いで高騰しているんですね。若い方がたくさんいらっしゃるこの中野区で、やはり家賃補助、これ蓮舫さんも公約として掲げられています。家賃補助制度を作って、若い皆さんのところでも、私ども2万円の補助制度、これをやることによって本当に住み続けられる中の東京をご一緒に作っていきたいと思っています。そしてまたありがとうございます、頑張ります。そしてまたありがとうございます。安価で良質な住宅の確保という点でも、実は25年間都営住宅が新規建設一個もされていない、四半世紀ですよ。皆さん、これをやっぱり改めさせて再開をさせていこうではありませんか。そして蓮舫さん、あの後継約についても言及をされています。中野区は数年前に後継約条例ができました。最賃よりもこの賃金を保障する、そして区が発注する仕事についてもきちんと品質を管理する、今大きな効果を生み出しています。この東京でもこれやらせてまいりましょう。都議団の調査では、なんと年間9万件、そして1兆7000億円ものお金が動くんです。しかもこの入札参加資格のところは、およそ9割が中小業者の皆さんなんです。皆さん、地域の経済を活性化する中小業者の皆さんに対する、こうした賃金の保障にもつながる、これもぜひともやらせていこうではありませんか。そして私長澤和彦にその仕事を託していただきますようお願いいたします。わかりました。
子どもに対する支援についてもまだまだ足りません。先日この私立の高校に入学をさせたお子さんを持つお母さんから、確かに授業料都立も私立も無償になって助かった、でも驚いたことに入学金がべらぼうじゃない、また毎年毎年施設の整備のお金や学用品がさまざまなところでお金取られて、やっぱりもっと保護者の負担の軽減、これ図ってほしいんだというお話です。私も本当にその通りだなと思っています。ですから皆さん、やはり高校や大学とこうやって進学をするとやっぱりお金がかかる。給付型の奨学金をもっと拡充させましょう。そして奨学金のこの返済についても支援を図らせてまいりましょう。そして今一人親の家庭の皆さんのところに東京都が給付をしています。医療不正手当、これなんと28年間も1円も上げていないんです。これもちゃんと今の物価高騰に合わせて適正なものに改めさせていこうじゃありませんか。どうかその願いを私長澤克彦にお寄せいただきたいと思います。二つ目に、私はやはり今こそ本当に人を大事にする、そうした都政を処遇改善も、そして何より人を増やす、このことが大事だと思っています。蓮舫都知事候補は非正規から正規のこの流れを東京から作っていくんだと言っています。また東京の直接職員を、これも専門職、まずはここから増やしていくんだということ。実は皆さん、東京都政というのはあの石原都知事以来、正規の職員を減らして正規に置き換え、そしてコストカットを行ってきたんですね。そのことがさまざまなところで矛盾が生まれているんです。例えば今学校の先生どうでしょうか。本当に足りない。この中野区の小中学校のところでも先生たちが足りなくて、東京都は1年ずつのこの更新、つまり正規で雇ってなんとかこれ補充している、こういうことをやっているんです。しかしもうすでに限界なんですね。思い切ったこの職員を本当に増やしていこうじゃありませんか。そのためにも今のこの長時間過密労働、これを正していく、そしてまた根底に流れる競争と管理教育を、これ抜本的に改めさせていく、子どもさん一人一人向き合い、子どもさん一人一人目に目が行き届く、そうした教育環境を作らせていこうじゃありませんか。そのためにも小中学校全ての学年ですぐにでも35人学級の実現を、さらに30人学級少人数学級へと進めてまいりましょう。保育のところはどうか。実は皆さん、今年から76年ぶりにこの国の保育士の配置の基準、こうしたことが改定となったんです。76年も経ったんです。実は各自治体では国の基準があまりにも低い、だから今それを上乗せ加算という形でどこでも行っている。東京都の前はものすごいやっていた、だん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 切り替えてきた。で皆さん、やっぱり少なくともこの保育士をもっと各学校、各年齢にもう一人保育士を、こうした運動、このことによって国の制度が変わってきた。しかしまだまだやっぱり足りないんですね。東京都でやっぱりそうした配置の基準をちゃんと持って、子どもさん一人一人の成長があった、やっぱり目が行き届く、こうした保育をさせてまいりましょう。医療や介護や、そして障害福祉の現場でもやっぱり人が足りないんです。そしてところが皆さん、国がこれは診療の報酬や介護の報酬や法定価格とか、あるいは支援費とか、本当に国のこの決まりによってこれが政治によって歪められてずっと来ている。だからなかなか人を採用できない、安定して採用できない、切りは3年度1年だけ、あるいは半年だけという処遇改善のこうした加算だけで行っているからダメなんです。まとめに処遇改善をしなくちゃいけない、そしてもっと人を増やしていかなければならないと思っています。どうか皆さん、私長澤和彦、もう一人保育士を、もう一人先生を、もう一人看護師を、そしてもう一人ヘルパーを、どうか皆さん、この都政がこうやって働くケアワーカーをはじめとした
人を大切にする、働く人を大切にする、そこに光を当てる、こうした都政、ご一緒に作っていこうではございませんか。よろしくお願いします。いいね。最後に皆さん、私、やっぱりこの東京こそが、ジェンダー平等、そして差別のない東京、これを作っていかなければならないと思っています。痴漢ゼロ、あの2021年に日本共産党都議団が独自の調査を行って、そしてそのことをもって都政を動かしました。昨年、東京都が実態調査、痴漢調査を行いました。ありがとうございます。そして皆さん、国会議員とも連携して、国政のところにもこれ動き出し、そして被害者の救済、また加害者への予防、加害の予防、またさまざまなプログラム、今進め始めています。でもまだまだ、やっぱり性暴力、性被害、なくていません。東京でこそこれをやらせてまいりましょう。そして差別のない東京をご一緒に実現させてまいりましょう。皆さん、今本当に政治を変えるチャンスであります。そしてぜひとも声を上げて政治を変えてまいりましょう。失望から希望のこの一択を、どうか都知事に蓮舫さんを、時に私長澤和彦にどうか託していただきましょう。必ず勝ち抜かせていただきますこと、このことを最後にお願いして、この場所からの訴えさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。